こんにちは、カツ丼です。ちょっと今かなり落ち込んでて、柴田に騙された。すげえなんかショック。なんかさ、柴田がなんか動画でさ、昨日の動画でさ、そのこれからは YouTube で活動を休止しますって言って、こうニコニコ動画へ移籍しますって言ってて、ああそうなんだって俺ちょっと結構驚いてさ、まあエイプルルフールで嘘だっていう風にこうコメント欄で言われてたけど、俺はなんか本当だと信じたんだよね。で俺昨日それでそのなんか動画作ったんだよね。こう柴田ニコニコ動画へ移籍、あと YouTube 運営に対する不信感っていう動画作ったんだよね。そしてこう、あ、まあ途中まで作ったんだけど、それで今こう仕上げにね、こう完成させようと思って、後半作業に取り掛かろうと思って、んでそのちょっとこうインターネット確認して、柴田のページ見たら、なんか嘘だよみたいな、騙されたやつオッズみたいな感じで動画アップされてて、なんかすごいこうショックで、もう騙されたみたいな感じで、いやなんかね、いやみんな嘘だ嘘だって言っててさ、俺は信じたんだよね。うん、まあ俺が信じた俺が甘かったな。なんかすげえショックでさ、なんかこうすごいなんかあまりにも傷ついて、コメントする、その柴田の動画にコメントする、怒りのコメントをする気力も湧いてこなくて、こうちょっとすごい傷ついてさ、やっぱなんかこう今まで自分なんていうかな、こう頑張って動画作ってたからさ、それに関する動画、その動画がなんかもうなんかダメになったっていうか、なんていうのかな、自分が今まで頑張ってきたものを壊されたっていう、やっぱこう心の傷があるんだよね、もともとね。でそれにすごく突き刺さってさ、今回の柴田に騙されたっていうでもすげえなんか今ショックですぐ落ち込んでてさ、なんかちょっと今日は動画アップできるようなコンディションじゃないなと思ってたんだけど、まあでもこの思い自体をこうやって動画にしてまあ撮るのもありかなと思ってさ、うん、あーなんかちょっと今日はなんかね、てか今、まあその柴田のあれ分かる前、以前もちょっと今日はね午前中からすごい調子悪くてさ、すごいイライラしててさ、なんかすごい辛かったからさ、まあ、柴田のそれでね、なんかすごいもう決定的になんかズドーンってこう下まで落ちちゃったね、気持ちがね。まあ柴田はね、ああいうキャラだからさ、なんかこう攻められないっていうかさ、ヒールキャラだからさ、それがなんかまた悔しくてさ、なんか泣き寝入りみたいな感じですげえ悔しくて、いや柴田のこと結構好きだったんだよね、俺結構好きでさ、柴田がさ。でも今回ばかりはちょっとね、かなりガチでなんかこう傷ついたっていうかね、ちょっとしばらく柴田の動画は見れないなって感じだね精神的にもうなんか悔しくて、なんか言いようのないね、なんか怒りっていうかさ、やり場のない怒りってやっぱ辛いんだよね。これ何なんだろうなと思ってさ、このすっごい怒りがバーってやってさ、これは何だろうな、こう精神医学のあれで言うと、なんかエディプス期、断根期、幼児のさ発達段階のあれで、3番目に当たる、だいたい幼稚園児ぐらいの4歳から6歳ぐらいの間をエディプス期っていうらしいんだけど、母親に対して恋を抱き、その、父親に対して憎しみを抱くっていう、そのなんかエディプス期のなんかあれが傷が残ってるから、だからこういう風になんかこうなんかすごく屈辱的なこととか、バカにされたことがあると、ショックな出来事があると、すごくなんかもう言いようのない怒りがこう来て、もう本当に耐えられないほど落ち込むんだよね。でこれはやっぱりこうもう成人してる人間としてのそれではなくて、もう本当になんか子供みたいな感じなんだよね、この不安定さとかでさ、もうなんかこう感情コントロールができないっていうかさ、っていうふうに思ったね。まあちょっと脱線して しまいましたけどね。まあとにかくちょっと今回の柴田騙されたのはちょっときつかった。なんか俺は信じたんだよね柴田はそうだな、この前 YouTube から不当誤番されたからさ、アカウント停止されたから、いろいろ YouTube の運営さ結構評判悪いしさ、だから柴田はもう YouTube に見切りつけたのかなというふうにこう真面目に思ったんだよね俺信じちゃってさ、でじゃあニコニコ動画移籍した後も柴田を頑張って応援していくかみたいな、500円
払ってね、月々500円払ってニコニコ動画柴田のね、あの見ていこうかなと思ってたけど、もう見ないねもう登録なんかしてやんない、もうなもうあんなやつにもう500円なんかもかけない。まあね、まあそういうことで、なんか僕はなんかこうちょっとね、まあ僕の読みがなんか間違ってたっていうのが悔しいね。なんかということでね、今日はまあこの動画をね作ってアップしてね、ちょっと今日は一日休もうかな。疲れた。ストレス状態ってやっぱ疲れるんだよね。それだけでさ、体力消耗するよね、精神力もさ。まあちょっと今日はね、天気もいいからさ、なんかこう外に散歩しに行って、こう野の花々を見て癒されようかな。はあ、疲れた。以上、柴田に騙されました。はい。